パウロアントニオ・デ・オリベーラ・パウリーニョこと、パウロアントニオ・デ・オリベーラ、ポルトガル語、パウロアントニオ・デ・オリベーラ、1982年7月16日体は、ブラジル・マット・グロッソ州出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。ボリビアと国境を接するブラジル中西部、マット・グロッソ州の出身。18歳の頃に、ミナス・ジェライス州のアトレチコ・ミネイロで、プロデビュー。 2004年には、サウジアラビアのあるアハリに、ついでメキシコのドラドスで、シナロアに、レンタル移籍する。この年、U-23 ブラジル代表に選出されるも、最終的に、アテネゴリンのメンバーには選ばれなかった。2005年に、J2 の京都パープルサンガに完全移籍で加入し、AS として J1 昇格に大きく貢献。 リーグ戦22得点を挙げ、J2 得点王に輝いた。2006年は初めての J1 で得点ランク11位の14得点を記録。2007年には外国籍選手ながら京都の副キャプテンに指名され、J2 に降格したチームを再び J1 に昇格させることに尽力する。個人としてもリーグ戦24得点の活躍を見せた。2008年、 開幕早々の4月にアキレス腱断裂の重傷を負い、年内復帰が難しいことから6月に選手登録を抹消される。10月15日に再来日し、練習を再開する。2009年は再び選手登録され、復活が期待されたが、起用法に悩まされ、徐々に出場機会を失っていった。そして9月2日、スポルジレシフェー1年契約で完全移籍した。 パウリーニョ獲得は、J リーグで指揮を取った、元を置いたトリニータ監督のシャムスカたっての希望と言われる。しかし、スポルチでも出場機会に恵まれず、ブラジル全国選手権セリエ A では4試合出場で1得点に終わり、シャムスカの辞任したチームは結局、セリエ B に降格した。12月31日、契約満了で、スポルチレシフェを退団。2010年、 J2 のバンフォーレ甲府へ完全移籍した。J2 得点王に輝いたハーフナーマイクと共に、甲府の攻撃を牽引し、自身も14得点を挙げて、J1 昇格に貢献した。2011年も J1 で5シーズンぶりとなる2桁得点を挙げたが、クラブは16位の成績で1年で J2 へ降格した。2012年、ガンバ大阪に完全移籍で加入した。 g 大阪では主にスーパーサブとして起用され、チーム3位の8得点を記録したがチームは17位に終わり、J2 へ降格した。2013年は序盤こそスタメンで起用される機会は多かったものの、中盤以降は怪我に悩まされ、最終的に出場数はリーグ戦半数以下に止まった。シーズン終了後、契約満了に伴い g 大阪を退団。2015年1月、 2PFC に1年のブランクを経て入団。2002年にお馴染みナスジェライス州を本拠とするアトレチコ MGE の申請としてキャリアが始まったことを紹介される。2ヶ月の練習参加を経て練習試合でも得点を取りアピールに成功。9月16日をいたトリニータと契約を交わした。第42節ジュビロ岩田線で一時同点となるゴールを ミドルシュートで決めるなど活躍も見せたが、大分の J3 降格を阻止することはできなかった。翌に2016年も大分に残留したが、公式戦出場は天皇杯での一試合のみとなり同年限りで大分を退団。その他の公式戦、ありがとうございます。